皆さん、こんにちは。フィギュアスケーターの宇野昌磨選手が9日、自身のインスタグラムを更新し、引退することを発表しました。宇野選手は投稿で、皆様、こんにちは宇野昌磨ですと書き出し、この度、現役選手を引退する決断をいたしました、と報告。今日まで競技者としての僕を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました、と感謝を伝えました。続けて5歳の時にスケートと出会い、21年間続けることができ、素晴らしい競技生活を送れたことに、とても感謝しております、などと綴りました。今後の活動など詳細は、14日に記者会見を行います。宇野選手は、会見はトヨタイムズで、ライブ配信されますので、ご覧いただければ幸いです、と呼びかけました。26歳という若さでの引退発表に驚いた方も、多いのではないでしょうか。宇野選手は名古屋市出身。幼少期からフィギュアスケートを始め、2015年に世界ジュニア選手権優勝、2016年から2019年まで全日本選手権を4連覇、2018年の平昌五輪では銀メダル、2022年の北京五輪では銅メダルを獲得しました。そして昨年の世界選手権では見事優勝を飾りました。今年4月末には全所属事務所との契約が満了し、本田真凜選手が所属するヒーローズマネジメント株式会社への移籍も発表されていました。また2024年から2025年シーズンの日本スケート連盟特別強化選手にも指定されています。宇野選手は5月14日に引退記者会見を行い、今後の活動などについて詳細を話すそうですが、過去には引退を示唆するような発言もありました。それはフィギュアスケート世界選手権男子フリーでのことでした。宇野選手は今年3月に行われた世界選手権の男子フリーでジャンプミスが響き、フリー6位と失速、合計 280.85 点で4位に終わり、3連覇を逃しました。冒頭の4回転ループで転倒し、続く4回転フリップも回転不足に、序盤で崩したリズムが最後まで戻らず、後半の3連続ジャンプでも3回転フリップで氷に手をついてしまいました。今日のフリーは10年くらい見返さないと苦々しく振り返る宇野選手。練習では得点源の両ジャンプを決めていたそうですが、本番で調整しきれなかったようです。出場した試合全てで優勝した昨シーズンとは一転、今シーズンはライバルの台頭に阻まれ、中国杯、NHK 杯、グランプリファイナルと全て2位に終わりました。それぞれ今大会の表彰台に立った若手3人に頂点を譲ったのです。ただ宇野選手にとってこの逆境はモチベーションにもなったそう。数々の国際大会でメダルを獲得してきた宇野選手、昨シーズンは心の底から湧き上がるようなモチベーションはなかったと語っていました。薄れていた闘争心に再度火がついたのが今シーズンだったのです。6度目の優勝を飾った昨年12月の全日本選手権では、競技人生に悔いを残したくないのが一番にあると話していました。伸び盛りの若き力を全力で受け止め、王座を譲ったのです。宇野選手は今後について、自分ともう一度向き合いたいと語る一方で、僕はもう最善を尽くした、みんなが切磋琢磨しながら頑張ってほしいとも引退を示唆するような発言も飛び出しました。宇野選手は2021年1月のインタビューで、全日本選手権で敗れても笑顔だった理由を次のように語っています。本当にこの大会に出られてよかったなと思っています。大会に出られて単純に嬉しかったですし、楽しかったですし、また目標というものが改めて見つかり、今までで一番大会に出てよかったなって実感できる試合でした。コロナ禍で大会が中止になる中、次の試合もなくなってしまうんじゃないかという不安を抱えながら練習していたそうです。技術的な目標や試合の目標がない中で、宇野選手に残されていたのはコーチとスケートを楽しみながら練習することだったのだとか、僕がここまでスケートを頑張ってきたご褒美だと思って、スケートを楽しむことも必要だなと考えていたそうです。しかし競技者として目標はどうしても必要だったようで、
全日本選手権で羽生結弦選手の存在を目の当たりにしたことで、僕と羽生選手の差は自分が思っていたより離れているんだなと改めて自覚できたのだとか。宇野選手が26歳という若さで現役引退を決断したことについてはいろいろな見方があるでしょう。競技者としてのモチベーションを保ち続けることの難しさを感じたのかもしれませんし、新たな人生の道を歩み始めるために踏み出した一歩なのかもしれません。いずれにしても宇野選手が下した決断は本人にとって最良の選択だったのではないでしょうか。そんな宇野昌磨さんですが、5月1日からヒーローズマネジメント株式会社への移籍しています。同事務所には宇野さんと交際中のフィギュアスケート選手本田真凜さんが所属しているため、ネット上では公私混同、結婚間近なのではなどと囁かれていました。新しい所属先となるヒーローズマネジメントには宇野さんの恋人本田さんが所属。2人は交際中であることを公にしているが、そのラブラブぶりは世間から冷ややかな目で見られることも少なくありません。2022年の元日に一部スポーツ紙が2人の真剣交際を報じました。その後、同年9月に宇野さんが自身の公式サイト上で、この度の一部報道にもありましたように、私宇野昌磨は本田真凜さんと以前より良いお付き合いをさせていただいておりますと明かしたんです。それからはお互いの SNS にツーショットが掲載されたり、アイスショーで共演したりと交際はとても順調な様子。ただネット上では次第に公私混同はやめてほしい、浮かれてる感じが痛々しくて見ていられないなどと批判されるようになっていきました。そんな中で今度は宇野さんが本田さんの所属事務所に移籍したとあって、ネット上では交際報道からいずれこうなるかと思ってたけど公私混同がすごいね、交際が続けばいいけど別れた時地獄じゃない、そこまで考えてるのかななどと言われていました。またこのタイミングで移籍ってやっぱり宇野くんは選手引退か、このまま本田真凜と結婚しそうといった憶測まで飛び交っている状況です。フィギュアスケート界のビッグカップルが登場ということで大きな話題となりましたね。お二人の交際スタートのきっかけはまだ本田真凜さんが中学生だった頃のようですね。その頃はすぐ付き合うとかではなく、とりあえず連絡先を交換したそうです。そのきっかけとなったのは本田真凜さんが彼氏とか欲しいなと言ったところ、宇野昌磨さんが立候補されたそうなんです。そして告白も宇野昌磨さんからだそうですよ。ビシッと決める男らしいところが良いですね。ファンにとってはショックもあったかもしれませんが、こんなにも堂々と見せつけられると他の人が入る隙間もなさそうです。もともとは家族ぐるみで付き合いがある2人ということで、交際スタートを知った親族みんなで喜んだのではないでしょうか。今年は交際5年目、結婚もそろそろ視野に入ってくるのではと思いますね。本田真凜さんが現在通っている明治大学を卒業するのが2024年の春です。フィギュアスケートも大学卒業と共に引退の可能性もあります。自分の中では大学が終わるまでかなと思うとご本人が発言されていたんですよね。なので本田真凜さんが大学卒業とフィギュアスケートを引退した2024年春と考えるのも不思議ではありませんよね。2024年の春に結婚がなかったら、そのあたりで婚約を交わしてるかもしれませんね。今は婚約期間がなく、そのまま結婚するカップルも多く見られますが、お二人はまだまだ若いので、婚約指輪を買って婚約期間をきちんと段階踏むというのもありそうですよね。オリンピックもありませんし、日本にいる時に手続きをするのではないでしょうか。2025年の後半はオリンピックの練習やリハーサルでバタバタするので、タイミング的にもちょうど良さそうですよね。まだまだ平均年齢よりは若いのですが、やはり大きな何かをやり遂げた後はご本人たち的にも区切りがよく結婚しようとなるのかもしれませんね。とっても仲良しの宇野昌磨さんと本田真凜さんですが、別れたという噂や可能性はあるのでしょうか。インスタや YouTube を見ていてもお二人のラブラブな様子が投稿されています。
今年もとても順調なお付き合いなのが伝わってきますね。なので破局などとの噂とは無縁だと言えますね。いかがでしたか？今回は宇野昌磨さんの引退、結婚、破局についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。